お嬢さんこんばんは。お疲れ様です。ああお疲れ様です。今日ちょっとねナイトルーティーンを撮らせていただくということで。あ、そうですか。よろしくお願いします。ちょっと疲れてると思うんですけど、ぜひよろしくお願いします。今日もゴブレン終わってそれだ、ね、あとでそれも聞かせていただければ。今日どんな練習したか、はい、よろしくお願いします。あ、いいですか。あ、すいません、ちょっとついて、すでにトレーニングなんで。あ、すいません、ちょっとついていけなかったですね。すいません、申し訳ないです。階段も必ずダッシュで。なるほどなるほど、はい、そういうとこ大事なんで。あ、すいません。じゃあ、あ、すいません。まず洗濯ですか、帰ってきたら。そうっすね。うわ、疲れた。ゴブレンはすごいっすね。そうですね。まあ、やっぱやってますね。1回の練習3時間なんで、15時間。15時間。ああ、でも朝5時から走って、そうです。15時間、はい、?3 時間走って。ちょっと計算合わないな。計算ちょっと合わない。いやいや、まあ。お、あ、そういうですね。おおおおおお、それよ。あとあと何ですか。これ柔軟剤です。このなんかオーガニック。あ、これもオーガニック。ずっとオーガニック。ああ、やっぱりやっぱ匂い大事じゃないですか、うん、はい、はい、確かに、はい、いい匂いしますもんね。いい匂いします。いい匂いします。汗かくとすごい臭くなるんですよ。おおおお、結構たっぷりですね。いや、大丈夫です。結構たっぷり入れますね。たっぷり入れないと。わあ、いい匂いしますね、はい、いいですよね。あ、すごい匂いする。やっぱ匂いからですよね。何も何でも。確かに。やっぱ匂いって重要ですよね。重要です。本当に思います、私は。これで。はい。いっちゃいます。はい。こういう背中でかいっすね。シャワー浴びます。あ、はい。じゃあ、はい、はい。はははは、そうか。湯加減どうですか。あ、いい感じです。いい感じですか。ちょっと顔出します。ちょっと顔いただいていいですか。ファンの方多分見たいと思いますんで、ちょっと顔。あ、すいません。じゃあ失礼します。おお、あ、さっぱりしましたか。そうですね。すごい体してますね。いやいや、ゴブレンすればやっぱそうなりますか。そうです。すごい体してます。今日は少ない方なんで。あ、少ない方。今日何すか。これ乳液です。どうやって使ってんですか。これはなんかあのオーガニックですか。豆乳イソフラボンの。ちょっと見えないです。オーガニック。あ、オーガニック。はい。へえ。よろしくお願いします。あ、それ入れるんですね。やっぱ見栄えも重要ですもんね。やっぱり肌あのあいつもそうやってやってるんですか。そうです。ふざけてるわけではない。ふざけてはね。ふざけて、あ、それで浸透させてるんですね。そうです、そうです。あ、いい感じです。ほうほう。それなんすか。これはニベア。ニベア。はい、ニベア。それよ。ニベアこれあのやっぱり、あ、はい、あれなんで。あれってのなんですか。あのほらやっぱり乾燥。なるほど。はい。ああ。いいですね。ここもなんかトンボみたいな。首周り。次は、はい、食事作っていきます。はいはいはい。今日は何を召し上がるんですか。今日は昔うちのジムにいた、はいはいはい、ジャイアン高広くんっていう人が今和歌山県に引っ越して漁師やあのなんすハンターさんやってて、その人から送ってもらってる鹿肉の。ちょっと見せてもらっていいですか。おジビエです、ね、ジビエです。無添加、これもオーガニックですよ。言ってみれば、はあ、作っていきたい。はい、はい、鹿肉とかイノシシ食べると、うん、筋肉なんかいい感じになるんですよ。本当、動きもなんかいいような気がします。へえ。でこれご飯に、おお、おお、決定。そうかそうか、そういうことです。え、今ご飯何合だった。1合です。あ、もう1合炊いて1合入れちゃうんですね。そうです。夜はあ寝れないんで食べないと。へえ。いただきます。水分は取らないですか。そのあれだけですか。そうですね。やっぱり水飲まないですか。水は飲まないです。あ、飲まないですか。飲まないです。へ、砂漠に取り残された時に、はい、水やっぱないわけじゃないですか。はいはいはい。その時の訓練です。あ、ジャイアン選手美味しいみたいです。小沢チビいつも
ありがとうございます。なんと僕の試合の時の体は小坂がジビエでできてる。皆さんおすすめです。食べた方がいい。じゃあ本当ライジンで勝ててんのもそのジビエのおかげっていうことですか？それはちょっとわかんないです。それは違うそれは違う。それ URL 貼っとく次概要欄に URL 貼っときますんで。あ、全部食べましたね。そうでした、はい。え、水飲むんすか？砂漠？はい。砂漠？いやいやいや、ここ砂漠じゃないんで。あ、そうなんですね。それを考えて水飲まないんじゃなくて言ってましたね、さっき。さっきはそう思ったんですけど、はい、今はちょっと水が必要な、なるほど、感じたんで。感じた感覚で。これ感覚で生きてく。感覚で生きる。そうですね、ですね、はい、はいはい。皆さんもやっぱ感覚で生きた方がいいと思います。そうですよね、はい、星が綺麗ですね。あー見えませんね。人間ってね、やっぱあれですよね、ちっぽけですよね、星に比べればね。はい、そう思いますね。そう思いますね。次ストレッチですか？寝る前に必ずやります。ストレッチ何分ぐらいやるんですか？40分ぐらいですか？へぇ、結構やるんですよ。マジで やるとやらないではあれなんですよね。次の日のコンディションも全く違うんで。それ若い時もやってたんですか？いや、やってなかったです。あ、何をやってももう強くなんなくなった時期があって、もうずっと悩んでたんですけど、練習量減らして、体が硬くなったような気がしたんですよ。無理な動きができなくなったら、柔らかくしなきゃダメだと思って、でストレッチ1日 2,3 回するようにしたら、めちゃめちゃまた戻ってきて、そうっす。練習前もでもそうやって、はい、結構長めにやるんですか？40分です。すげえな。必ずやります。なんかあれじゃない、ストレッチダメって言うんですけど。あ、そうなの？ストレッチしなきゃダメです。あ、そうなんだ。柔らかいっすね、やっぱり。おお。昔から柔らかい柔らかいっすか？柔らかいっす。マジで30過ぎた格闘家とか、ちょっと飲み悩んでる人は、ストレッチやった方がいいです。終わりました。おお、これでストレッチ終わりですか？はーい。髪の毛って週に1回切ってんですか？確かすごいですよね。やっぱ身だしなみは重要ですか？うん、ヒゲもそこで整えてもらっていいんですか？へ、うんうん、それまでは何にもしないんですか？下身が開かないと、やっぱ下は大事ですか？すげえな。もう僕今どういう状態で寝ようと思うんで、すいません。寝るときはいつもそういう、あ、いつもはい、全部脱いで、あ、全部はい、そうですね、脱ぐんですね。全部脱いで、あの、やっぱり回復させなきゃいけないんで、はい、人工的なものを身にまとってるとやっぱ回復を、スッパで寝るってことですね。遅れると思うんで。でも布団はかぶるんですよね。布団はかぶる、人工的ですけど。それだけはかぶる。いや、まあやっぱあの、はい、そうですね、なんかなるほど、あれじゃないですか、急に雨降ったら危ないんで。生まれたままの状態 で、はいはい、わかりました。じゃあ一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、お疲れ様でした。
おやすみなさい。じゃあおやすみなさい。おぎちゃんです。おぎチャンネル登録してください。